皆さんこんにちは。グダグダネイルスタジオあわチャンネルのあわちゃんです。今日は質問がございました。牛柄とダルメシアン柄の違いですね。こちらについてお話をしていきたいと思います。こっちがねダルメシアンでね、こっちがね牛さんの柄ですよ。この2つの特徴の書き分け方を学んで、ぜひ素敵なダルメシアンネイル、素敵な牛さんネイルの方に挑戦してください。ではでは始めます。それではまずダルメシアン柄と牛柄の違いについてご紹介していきたいと思います。まず爪がじゃあねこんな感じであったとしましょう。それぞれここに牛柄とダルメシアンをね書いていきたいと思います。ダルメシアンさんは結構輪郭が丸っこくてちょっと小粒めに書いていきます。こんな感じですね。このぐらいの粒々感ですね。まあ多分ダルメシアンの種類によってはねちょっと大きい子とかもいるかもしれませんけど、まあこうなんて言うんだろう、ネイルでね表現するときはこのぐらいでね書いてあげるとすごくダルメシアン感が出ます。ちょっとちっちゃいね点とかも書いてあげましょう。こっちがダルメシアンです。では次ですね、牛さんを書いていきますよ。で牛さんはね結構ブチ大きめに描きます。目安的にはこのぐらいのブチの大きさですかね。このブルーでね線を入れたぐらいの大きさに描いていきます。でダルメシアンさんはこの輪郭が丸っこかったんですけど、牛さんはちょっとこうなんていうのかな、このようにペリ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 とエッジをね出してあげるといいと思います。見にくいから太いペンで描くね。こんな感じですね。でここの次の水色の枠にも1個描きます。そしてここら辺にもう1個ですかね。こんな感じで描いてあげます。じゃあちょっと中塗りつぶしてみましょうか。はい、こんな感じです。でちょっとねちっちゃいブチもところどころ足してあげるとぽくなります。どうでしょうか。こっちがダルですね。こっち牛さんですね。2つの柄って結構似ているので同じにされてしまいがちなんですけど、このような違いがあります。ダルメシアンは輪郭を丸く小さめに描く、牛さんは輪郭を尖らせて大きめに描く。このことを意識していただくとダルメシアンと牛の違いをネイルに生かすことができると思います。それでは実際にね描いてみましょう。まずはダルメシアンさんから描いていきます。ダルメシアンはドットペンと言われている、先端にこんなこうたまたまですね、たまたまがついた棒で描いていくと簡単ですよ。では描いていきますね。ちょんちょんとこのぐらいドットペンにジェルをつけます。そしてこのようにくるくるくるっと回して点々を描いていきましょう。そうですね、原寸大っていうとこれどのぐらいの大きさかな、お米の半分ぐらいかな、お米の半分ぐらいの大きさを今あわちゃんは描いていってます。それでは爪全体にこのお米の半分ぐらいの大きさの丸っこい形をね描いていきましょう。ちょっとしたうまみえポイントなんですけど、この端っこの柄ありますよね、ここは爪のギリギリまで描き足してあげるとちょっと柄がねつながっている感じで少しうまく見えます。これねちょっとしたうまみえポイントなのでぜひマスターしてください。この端っこですね、端っこの柄はしっかり描き足す。こうすることで柄の広がりが出てくれるのでちょっと柄がねのっぺりしません。あーチャンネルではねこういうちょっとしたうまみえポイントもねたくさん公開しているので、ぜひチャンネル登録をしてお見逃しがないようにしておいてくださいね。こっち側にもね描いて足してあげましょう。ちょんとね、このちょんがねあるのとないのとではだいぶね仕上がりが変わってくるんですね。いい感じです。それではこちらで硬化しましょう。それではトップジェルでコーティングをしましょう。で少しね柄がボコボコしている場合があるので、トップジェル気持ち多めに入れてあげるとチュルンとね仕上がってくれると思います。はい、じゃあそれでは30秒しっかりと硬化させましょう。できました、ダルメシアンネイルの完成です。では次ですね、牛さん作っていきましょう。ベージュを塗った爪を用意しました。なぜベージュかというと、もう白黒の牛に飽きてしまったからです。じゃあね次はねこのミニオーバルブラシっていうちょっと毛先が同辺三角形になったブラシを使っていきます。ではでは描いていきますよ。
じゃあさっきとね同じように描いていくんですけど、まずはこの外側の縁を描いてから中を埋めていきたいと思います。ちょっとこう手を揺らすような感じでね描いていってあげるとエッジの部分がしっかり出てくれますよ。昔あるところにの違うな、それナレーションが昔おじいちゃんだとちょっと話が進まないね。よし、じゃあここに一つ描いたので次ここら辺にもう一つ描きましょう。ちょっと線を揺らしながら描いていきますよ。都道府県をねイメージするような感じですね。都道府県って結構こんな感じですよね。最後にねここにもう一つ描いてあげましょう。ここは爪の中で完結するぐらいのちょっとちっちゃめにしても可愛いかな。よし、こんな感じです。それではね中を埋めていきましょう。ではこのねさっきと同じミニオーバルブラシで中をちょん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 とね埋めていきます。でここもしっかりと埋めてあげましょう。端っこはねしっかりと塗りつぶすようにしてください。端がね綺麗だとネイルはねとてもうまく見えますので、端っこの処理というのはとても大事なんですね。塗りつぶしていきましょう。でこの時にあまり圧をかけてしまうと少し塗りムラになってしまうので、この筆の先端の部分ですね、この筆の先端の部分でジェルを伸ばして表面張力させてあげるような感じで塗りつぶしていきましょう。あ、とても牛っぽくなりました。じゃあねちょっとちっちゃい模様を空いたところに3箇所ほどですかねちょっと入れておきましょう。バランス見ながらねここら辺かな。でちょっとね整えて上げていい感じの牛模様ができましたね。では硬化しましょう。ではトップジェルね塗っていきましょう。で少しね先ほどのダルメシアンと同様に若干表面がポコッとしているので一滴トップジェルを垂らして表面をねチュルンとさせてあげてください。それがね可愛く仕上がるうまみえポイントなんですね。それでは最後はトップジェル30秒しっかりと硬化しますよ。はい、硬化できました。お、牛さんのね完成です。動画ね最後までご覧くださりどうもありがとうございます。今日は牛さんとダルメシアンさんの柄を描いてみたんですけれども、まとめ、ダルメシアンは小さめで少しエッジが丸い模様を描きます。牛はちょっと大きめにエッジをピリリッとねさせた柄を描いてあげると牛に見えてくれると思いますので、この違いをねこれ図解なので結構オーバーめに表現はしているんですけど、この2つのデザインの違いをね意識しながら描いてみてください。それではね今日も動画を最後まで見てくれてどうもありがとうございました。ここね並べて今日はお別れしたいと思います。ではでは皆さん、また次回の動画もよろしくお願いします。またねー。